浜ゆっこです。ひでゆきです。今日は永久不滅ポイントを JR クーポンに交換する方法を紹介しますの巻。はい、 JR クーポンというのは JR 九州のポイントです。 JR 九州の交通 IC カードスゴカにチャージして使ったりできます。じゃあ九州に住んでない人は意味がないのか、そんなことはありません。この JR クーポンから T ポイントやポンタポイント、 G ポイントに交換できます。G ポイントにするとさらにいろいろなポイントに交換できたりします。といった感じで、永久不滅ポイントからだと交換できないポイントが1回 JR クーポンに交換することでいろいろなポイントに交換することができます。しかもポンタポイントへの交換も永久不滅ポイントを直接ポンタポイントに変えるんじゃなくて、1回 JR クーポンにしてからポンタポイントに交換することで10日で交換することができます。ただデメリットも少しあります。それはめんどくさいことです。まずこれをするためにはセゾン系のカードとは別に JQ セゾンカードというカードが必要です。このカードを作ることで永久不滅ポイントと JR キューポを相互で交換することができます。ちなみにこの JQ セゾンカードというのは年に1回使えば年会費が無料になるタイプのカードとなっています。でこの JR キューポから永久不滅ポイントへの交換はネットでできるんですけど、永久不滅ポイントから JR キューポへの交換が電話でしかできません。電話ですよ、今時電話でしかできません。これがめんどくさいんです。じゃあどこに電話したらいいかなんですけど、それは JQ セゾンカードの裏に書いてあるインフォメーションセンターの電話番号に電話してください。電話番号は概要欄に貼っておきます。ただですね、僕は間違えてセゾンゴールドカードの裏に書いてあるインフォメーションセンターへ電話してしまいました。でも優しいセゾンさんは今回に限り交換してくれました。その時の電話の様子がこちらです。 JR キューポに交換したいんですけど。かしこまりました。あ、こちら JQ のカードセゾンでの交換が可能となっておりますので、今回に限ってはこのゴールドアメックスのディスクの方で交換させていただきます。あの JQ カードの裏面の電話番号にお願いしたいのです。その JQ カードの専用の窓口の電話番号をご案内いたしますね。はい、0570-064-009、 こちらでしたら JQ のキューポのポイント交換受けたまわれますので。といった感じで今回は特別に交換してもらえたんですけど、皆さんは概要欄に貼ってある電話番号へ電話するとスムーズかと思います。ちなみに先ほどの電話の動画では0570のナビダイヤルの電話番号を教えてもらいました。この番号でもいいんですけど、これだと30秒で20円とかかかりますよね。 JQ セゾンカードの裏に書いてあるインフォメーションセンターの電話番号を見たら、0570の電話番号とは別に03から始まる電話番号も書いてあるんですよ。ですのでこの03から始まる電話番号でも OK です。というか楽天リンクを使っている人や電話し放題のプランの方はこの03から始まる電話番号の方が嬉しいですよね。ということで僕は楽天リンクでこの03から始まる電話番号に実際に電話してみました。皆さんがポイント交換するときに電話してどういうことをしたらいいのかというのを僕が実際に電話して試してみました。僕はもうポイント交換をしてしまったので、ポイント交換する直前までやってみて、オペレーターの人が出てきたらこの方法でポイント交換できますかというのを確認しました。それでは確認した動画をご覧ください。アメリカンエキスプレスカードデスクです。その他のお問い合わせはカード番号とシャープを入力してください。少々お待ちください。暗証番号とシャープを入力してください。オペレーターによる案内は6とシャープ。オンラインキャッシングのもオペレーターにおつなぎしておりますので、しばらくこのままでお待ちくださいませ。お電話ありがとうございます。セゾンアメリカンエキスプレスカードデスクでございます。確認したいんですけど、永久不滅ポイントを JR キューポに交換したいときって、はい、こちらの電話番号に電話したらいいんですか？でも失礼ですが、ただいまお電話をいただいておりますのは様、ご本人様でいらっしゃいますか？はい、そうです。困りました。では恐れ入りますが、ご本人様確認のために生年月日をお願いいたします。
1900。ありがとうございます。ではお手元にございますカードが JQ カードでよろしいでしょうか。はい、そうです。はい、ありがとうございます。では一度確認をいたしますので少々お待ちいただけますでしょうか。はい、お待たせいたしました。はい、はい、では確認いたしましたところ、永久不滅ポイントを JR キューポンに交換はこちらの電話受付のみとなっております。あ、わかりました。じゃあこの電話番号に電話したらいいってことですかね。はい、さようでございます。でオペレーターの方にこんな感じで電話したらやってもらえるってことですよね。はい、さようでございます。永久不滅ポイント200ポイントから交換が可能となっております。わかりました。はい、このように永久不滅ポイントを JR キューポに交換したいときは電話のような手順を取ってください。ちなみにポイントが JR キューポに交換されるのが完了するのに1週間ほどかかるみたいです。僕も今待ってます。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。いやー、 JR キューポに交換するのは大変ですね。大変なんですよ。まさかこのご時世に電話ですか。そうなんですよね。まあ、でもね、永久不滅ポイントをそのまま直接交換しようと思ったら Amazon ギフトぐらいしかないんですよね。あとは交換レートがちょっと悪かったりするんですよね。なのでこのね、一手間を加えたとしても JR キューポにした方がいいんですよ。そうですね。そして秀幸はちょっと間違えた電話番号にかけてしまったんですね。そうですね、間違えました。今回永久不滅ポイントから JR キューポに交換だと思うんですけど、僕は永久不滅ポイントが貯まる側のカードセゾンアメックスの方に電話してしまったんですよね。じゃなくて JR キューポが貯まる側のクレジットカード JQ セゾンカードの裏に書いてある電話番号に電話する必要があったんです。ここをね、僕間違えたんですよ。ポイントの移行元じゃなくて移行先のカードの裏に書いてある電話番号に電話しないといけません。まあその電話番号はね、概要欄に貼ってあるのでそこに電話してもらえれば間違いないと思います。はい、というわけで今回は永久不滅ポイントを JR キューポンに変換する方法をお教えしました。浜井子と秀幸がお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またねー、バイバーイ。バイバーイ。